何の音だ。なんだあいつ、わら人形を柿の木ん柿の木。ああ！おい、何やってんだお前。僕が何をやろうが勝手でしょう。今は呪うので忙しいんだ、後にしてくれ。いやいやいや、その呪うのを今すぐやめろ。なんでよりにもよってこの木で呪うんだよ。あなたも僕の気持ちなんてわからないですよ。呪ってやるんだ、あの女を。あの女？そう、同じクラスの瞳っていう僕の彼女。お前、自分の彼女を呪ってんのか。なんでまた。あいつ、僕という彼氏がいるにもかかわらずサッカー部の先輩とチューしやがったんですよ、この木の前で。またよりにもよってな場所でやってくれるぜ。だから僕は呪うんだ、あいつらの思い出の木にこの五寸釘を打ち込んで。待て、彼女に裏切られて辛いのはわかるが、そんなことしても何の解決にもならねえぞ。彼女にも事情があったのかもしれねえし。あなたもあの女の肩を持つんですか。え、どうせ誰も僕の気持ちなんてわからないんだ。みんなあの女の味方をするんだ。いや、別にそういうわけじゃ。もういい、あの裏切り者の味方をするやつ全員呪ってやるよ。まずはてめえだ、このチリチリ頭。僕を甘すぎると痛い目に遭うよ。私の番ですよ。どうしようかな。やった。それでは。ああ、